きなり、はい、はい、4人揃いました。はい、トライアルです。トライアルです。はい、ということで、はい、前半部分でも言った通り、後半部分から我々トライアル4人で、はい、お送りしていきたいと思いますよ。はい、皆さん覚えてた？僕たちユニットなんだよ。そうだよ、4人の。まあみんなね、1回、はい、1回ずつみんな回ってきたんで、まあとりあえず改めて自己紹介からいきましょうか。はい、うん、はい、まあ、じゃあとりあえず、はい、コータリンこと大下コータです。はい、はい、カズこと磯部和弘です。はい、大きいこと沖田拓平です。ヨッシーこと対馬よしのりです。はい、はい、ということでこの4人、ヨッシーリーダーを筆頭にですね、我々、はい、ユニットでございますよ。はい、うん、俺今の今までユニットだってことすっかり忘れてた。みんな覚えてこのように。そうだよ、4人ユニットだよ。そう、4人組なんだよ俺。そう、そうだ、そうだ、4人組。しかもユニットってことはだよ、うん、俺たちアイドルなわけですよ、うん、ね。あ、そう、あ、アイドルか。そう、そうだ、アイドル。アイドルって何すると思う？え、歌って、歌って脱いで、脱がない、脱がない、脱いで踊って、お色気担当家族。いやいやいや、変態になっちゃう。そうだからね、歌をね、僕たちいいね、歌わなきゃっていうか、歌いたいわけです。歌いたい、うん。なので、ただいま僕たちのファーストシングル、鋭意作成中でございます。はい、そうなんです。まあもう半分以上は出来上がってですね、うん、そうそうそう、曲の方も出来上がりで、なんと作詞は私コータリンが担当させていただきます。パチ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 。まあ大体ね、今もう形は固まってきたんだけど、はい、本当、うん、すごいこんなあれですよ、爽やかな歌で仕上げていきたいと。爽やかな、まあ、俺たち爽やかだからね。ね、みんな爽やか、超爽やか、特に俺。僕としてはその曲の中に、うん、ちょっとこれを聴いてくれてるみんなとか、見てくれてるみんなにちょっとありがとうっていう感謝の気持ちをね入れて、みんなに一緒に頑張っていきましょうっていうね、そういうなテーマで作らさせてもらってるんで、うん、出来上がりを皆さんお楽しみにしておいてください。お楽しみに、はい、まあはい、うん、これからレコーディングとかやっていくとは思うんだけど、うん、そのレコーディング風景とかもこの番組で紹介できればなと思ってるんで。怖いな、うん、どうなっちゃうんだろうまあそこら辺はぜひぜひトライアルエラーをお楽しみに見てください。はい、まあね、曲を歌うということはもうこれ確定しました、うん、はい、シングルは、はい、ワクワクドキドキ確定しております。その前にね、前にちょっと前半部分でも話したんだけど、うんうん、ひなさんとリリカさんの方のキラキラスパイス、うんうん、番組でジングルができてた、ね、うんうん、あ、そのジングルに対抗して俺たちもなんか作ろうぜと。歌の前にこれ 前哨戦ですよ、うん、俺たちの実力見せてやろう。対抗しちゃうわけです、うん、作りたい、対抗、まあ、ごめん、俺が作りたいだけなんだなんか84.0 中央 FM ってこんなかっこいいの、かっこいい、まあ可愛かったこんなの作られたら、はい、リリカさんとひなさんは、リリカさんがこう、うん、何ピアノ、うん、弾けるじゃない。弾けるね。うちら楽器できる人おる？楽器できる人僕、できない俺もできない。コータリンができない俺もね、うん、できない、みんなできないまあでも俺楽器じゃないけど、うん、ボーカルパーカッションっていうのは、あ、うん、あれプスプスプスってやつね、こういうやつはそれに合わせて、うん、でもこれしか俺たち、ね、これしか俺たち武器がないんだよ、うん、やばい、対抗する武器これしかない。でも最大限生かしてこいよ、うん、あとはじゃあ声で、あ、まあ声優だしね、僕たち、ね、ユニットであり声優であり、ね、声で勝負していきましょう。できるかな、言っとくけどひなさんも声優だからね。そうでした、そうリリカさんは歌い手で本職だからね。しかも楽器も実にも用意して、そうね、ただあれ楽器使ってたか、あれリズムどん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 なんか、ね、走れ走れ 84.0 ヒーみたいな、そう、うん、でもああいうノリ必要だと思う、ね、ノリ必要、うん、ほとんどだったね。だからあ、でもあれだよね、うん、雰囲気的に、うん、ヨッシーはドラムができそう雰囲気はまあ、うん、よく言われる。で、カズくん、うん、え、やれって、うん、リコーダー、うん、うまそう、で、小学生、小学生、オッキーが、あ、来た、カスタネットかトライアングルだと思うちょっとトライアングル、だからそれぞれそれを使って作ろうよ、
まあ、本当に、うん、あでもカスタネット多分一番ハードル高いのヨッシーだと思う。あドラムだよ、ここでリコーダーもリコーダーでカズ君、うん、あ俺急出しだけするから。あはいどうぞみたいな。何の役なんかボイパボイパボイパね。だってドラムってってもらえない。だってドラムがいるのになんでボイパやらない。ドラムとボイパの夢の接触。だからさ、ちょっと今、うん、まあまあまあ大まかには俺が考えるから、うんうん、ちょっと案をね今ちょっと欲しいのよ、うん、どんな感じがいいかっていうの。どんな感じ、ないでしょ。やっぱりさ、やっぱりさ戦隊ものみたいなイントロ欲しくない。なるほどね。俺だカズ君。てて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 ちゃちゃちゃー。長い、まだ長いカズ君はね、よしやなんかかっこいいのがいいな。あ、それ以外でセクシーな。いや、嘘。セクシーなボイス。かっこいいのはほら今、カズ君が言ったよ。え、かっこいい今の。かっこいい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 。リーダー頼むぜ。すいません。うん。てかどんな感じがいい？じゃあ逆路線で。うん、ボケてんの？ん？ボケたような感じ。ボケたような。ボケたような。ボケたよ。ボケたような。ボケたよ。じゃあオッキーは？セクシーな。セクシーな感じ。タラタタラパーパパパパ。ちょっとバカっぽい。なんかちょっとなんかちょっと今のがバカっぽい。でもちょっとでもセクシーな感じでこう。そうか。でもそのみんなのさ意見を取り入れて作ったら、うん、とんでもないのができると思う。全体もね。できないよね、うん、ちょっとね。放送したら。苦情のメールが来た。すいませんでした。うん、俺たちトライアル出花くじかれたみたいな感じ。ちょっとちょっと俺ホタリ、俺はだって急出しだもん。え、いや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 。あ、分かった。すげえ、あの手の先から星が見えるような華麗な急出しをやる。見えないそれ。ちょっと分かんないでしょ。見えないでしょ。音なんか分かんないじゃん。関係ねえ。まあ見えないからね、皆さんには。キラスパがさ、うん、84.02FM みたいなやつだから。いやいやいや、だから僕たちは、うん、まあそうだね、やっぱかっこよくがいいのかな。うん、そうだね、うん、向こうは可愛いから、ね、うん、イエーイ84みたいな。確かにかっこいい。うん、でもそれいいね。どうする。俺たちさ、楽器一つもできないってことはコード進行すら何もない。ねえねえ、そうか、メロの進行全く分かんない。アカペラ、アカペラ、アカペラ、アカペラだ。アカペラか、そうだ。じゃあ俺がリズム刻むから。あ、そうだよね。じゃあ適当にやっていきましょう。よしよし、じゃあ俺ラ、何がいい、何がいい。8ビート、8ビート。 84.0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 
これなしかな。決まった。なしか。なしの方向だよね。じゃあまたもう一回だけやろう。じゃあ今度リズム変えるよ。うん。じゃあしかもちょっとボイパの種類前かっこいいかっこいい。せーの。ちょっと。トゥ。HHHH8840 って何？あ、でもいいかもしれない、いいかもしれないそれ。8840 8840。やばいね、やばいじゃんこれ。ちょっとねえねえ、今のでやってみる。いいよ、来てるよこれ。来てる、せーの。何が言いたいのこれ。 H8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 H
ださい。これじゃあちょっと宿題ね、次回までの、はいはい、考え、はい、次回まで宿題で考えておきましょう。宿題で、宿題か、うん、まあでも素晴らしいのをちょっと作るんで、はい、皆さんご期待ください。ということでここで1曲曲をご紹介したいと思います。佐藤ひろみさんで望郷歌まほろば。エンジェルナートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス。最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス。豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。はい、インフォメーションのコーナーです。
この番組内でもご紹介いたしました3曲が収録されておりますエンジェルノートベストコレクションボリューム8オレンジキャンディーボックス絶賛発売中でございます。あとですね、スターローズレーベル内、この提供番組の提供でございます、スターローズレーベル内でもですね、あのキラスパとトラエラ、こちらの方がですねウェブラジオで配信しておりますので、そちらもお願いいたします。あとハニッチュチャンネルの方ですね、ブログがありますので、そちらでトラエラ、キラスパの映像、こちらの方も視聴できますし、コメントも受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとは一つ、はいはい、大切なことが、大切なっつうかね、お願いされたことがあるんですね、うん、あのキャラクターからのお願いですよ、うん、かわいい、あの、うん、じゃんじゃん、このかわいこちゃんからのお願いがありますので、ちょっと聞いてください。みんな元気？私ね、中央 FM のイメージキャラクターを任されたんだけど、みんなにお願いがあるの。私の名前をみんなで決めてほしいんだ。ぴったりなお名前がひらめいたら、ボイスアットマーク FM840.jp に送ってね。待ってるね。うん、ということでした、うんうんうん、なるほど、名前を募集しているということなんで、ね、まあちょっと前半部分でもカズ君が触れたんだけど、うんうんうん、言ってたね、これ俺たちが名前を応募してもいいんじゃねえ。そうだよね、しちゃおうか、送っちゃえ、送っちゃえ、部長、俺ちょっと一つもうすでに候補ができてて、え、どうだろうな、しげお、え、ちょ男じゃん、違うの、だだから、うん、ほらこれね、これね、この子、うん、すげえ可愛いでしょ、すげえ可愛いのにいかつい男っぽい名前をつけることによって、どこでギャップつけてる、ギャップをこのギャップもわかんねえから、お前たち、わかんないよ、わかるわけだ、これはわからん、もういかん、君たちまだまだレベルゼロ、レベルゼロ、初心者だよ、レベルゼロ、レーム来るぞ、これこんな可愛いのにしげおって、しげおダメかな、ホタリないわ、それはなんだ、お前らあんのか、ありますよ、見てみろ、俺だけ、はい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 、泣いてみろ、もう100巻、うわ、ちょっと今、いい感じのやつだのに、ピンクだからでしょ、違う、太ももからだよ、ね、84.0 でしょ、うん、うん、なんだい、ヤシテン0、ダメでしょ、こっちの方がダメでしょ、何、ヤシテン、よし、それないでしょ、ヤシテンが苗字、ヤシテンが苗字で、レイが名前、ヤシテン、レイ、あ、レイ、あー、そういうことか、ここで考えるんだよね、待ってなんかいいの出ちゃったら、なんかやだ、出ない出ない、うん、いや俺らだよ、そんな普通のみんな求めてるかな、あ、なるほどね、普通すぎたか、今の普通だった、僕は M 子だったからね、そう、全然かっこいい顔で、まず俺の聞いてもらってまず俺の聞いてもらってない、なんでうちらこんな残念なの、まあとりあえず大きい、もううるさいけど、聞いてもらえなかったんだもん、もういい、ちょっとモザイクかけてもらって、ちょちょいなかったことにしてもらって、くそじゃあ分かった、もう一回ね、はい、チャンス与えてあげる、よし、いいよ、3、2、1、9、もも、そんなにじゃねえか、お前太ももからのもも、なんだお前、そこなんだ、かわいい、かわいい、かわいい感じだったのに、まあいいけどね、なんかもも、モモってね、俺昔飼ってたハムスターの名前モモだった、うん、あらまさかのプチ、意外なシンクロだね、つまりこの子は、うん、ハムスターで、そう違う、飼いたい、こんなの、それは違う、すげえ飼いたい、さっきからずっと分からんでもない、分からんでもない、さっきからずっと、なんだお前このキャラクターも、違う、コータリーも変態なんだもん、一言の君ね、君さ、うん、ちょっと待って、いい、カズ君さ、うんうん、どの口が変態だって言ってんのかな、誰に向かって物言ってんのか、うわ、これはまずいぞ、もっと言ってくれよ、喜んでる、喜んでるよ、大谷、変態とかさ、うん、そんなん俺にとっては褒め言葉にすぎねえ、カツコミとか、なるほど、まああのリアルにこのこちらのキャラクターですね、はい、はい、名前募集していますので、はい、ぜひぜひどしどしねご応募お願いいたします、はい、ということで本日お時間迫ってまいりましたので、はい、今日ここまでということで、はい、お相手は私大下幸太ことコータリンと、カズこと磯部和弘と、大きいこと沖田拓也と、ヨッシーこと津島よしのりでお送りいたしました、はい、来週はキラスパでございますね、はい、高瀬ひなさんとリリカさん、あちらの暴走トークに行きたい、はい、ということで、はい、今週はここまで、はい、トライアルでした、トライアルでした、バイバーイ、トライアル&エラー、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りしました。